はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。今日はね、ゼログ染めということで、やりそうでやってなかった、こちらの企画でございますけども、まあね、難しそうですね。だってですよ、この人見てください。まず覚醒してないんですけど、何これ、これどういうこと、この2つ。ノマダンのラスボスですよ、仮にもね。ラスボスというかさ、最初はなんかパズドラのラスボスみたいなね、風格あったゼローグさんが、なんでプレドラとさ、タマドラ倒そうとしてんの。こっちのスキル急上げ、マジで言ってるお前ら。こっちはちょっと短いんだ。そうね、こちらもね、こっちもやりたいんですけど、最近ね、海賊竜とか、伝説竜じゃねえや、戦国竜ってプラス倍率かかってたりするし、電光石火敵の先制攻撃がめんどくさかったりしてね、なかなかスキル上げしてないんですよね。まあ、今度4倍来たらやってみようかなと思ってますが、そんなこんなで、タマドラプレドラキラーパーティーでございます。さあ、まずね、こいつにタマドラを食わせましょう。ドラゴンラッシュ行って、共食いでもいいんですけど、てか、もうなくてもいいよな、ウェイだけだし。ねえ。ダメだね。ダメですね。そういう甘い気持ちがね、そのウェイがね、敵の1ミリを削る可能性もあるんで、ちょっとやっぱ覚醒させておきましょう。昔はゲリラポチポチとかできなくて、直サファとかもない時代に、みんなサファドラ、ルビドラとかに、このゼローグ、リーダーで天空竜詰めて、ね、回ってましたね。確か2コンボぐらい必要なんですけど、弱点属性が。なかなか面白かったですよ。さあ、どこ行こうかな。お、すごい、なんか降臨カーニバル。プラス卵10倍からのドロップ 1.5 倍。ちゃんと表示されるようになったんですね。ちゃんとこれ出るようになったんですね、両方。素晴らしい。セラフィスはまあ無理でしょう。ガイノート無理でしょう。かぐや姫無理でしょう。エラソイルだるいでしょう。じゃあこの辺だな。降臨チャレンジってあと3日か。結構ありますね。全然やってないんだよね。イースとか負けた状態ですからね。ゼウス行く？結構多分難しいんだよね、このパーティー。だから、同リーダーいないの、もしかして。はい。3人の方。あー、ドスニャンコックが出してくれてますね。すまない。ということで、レーダーからね、3人ほど引っ張ってきたんですけども、周平アットマークさん、人間不信さん、便秘神さん、これ絶対これ使う。便秘神ですよ。すごくない名前。これが完全なるゼローグ染めですね。ヘビーメタルドラゴンはゼローグってついてないんで、まあゼローグってつくキャラクターだと、このパーティーかなと。難しいよね、これ絶対。絶対難しいよね、これ。はぁ、なるほどね。この子スキル上げてないし、この辺スキル上げてないし、神秘の仮面で貯めるにも限界があると思うんですよね。こいつも玉がスキラーついてんのか。とりあえず、余裕あるんで貯めましょう。一体ずつ落としていきたい。こいつを落としたかったんだけど、火のキメラ落とします。ドスコイ、よし、貯めていこう。貯めていきましょう。まだ連続も耐えれるはずなんで、よし、14000、いける、14000ありゃ十分ですよね。これ難しいですね。火が消えちゃいそうだ。こうしよう。 OK、 もう一旦貯めて突破したいと思います。なんでさあ、闇をいっぱいね、コンボ組んで、あ、でもここでも貯めれんことはないか。ここでも貯めたいな、でも。闇の2コンボぐらいでちょっと、神秘の仮面倒せないかな。真ん中ターゲット。めっちゃ降ってくる。あ、でも溜まりそうじゃない？ワンチャンありそうじゃない？この辺。グラビティブレスは打ちたいんだよな、せめて。ねえ、ゼローグさんの落ちコンが頑張らないとちょっときついんじゃないのっていうとこあるんで、グラビティブレスは欲しいですよね。この辺は別に全体でいいんですけど、
よしよし、ライジングダーク使いますね。こいつヘイストあったよね、確か。33、素晴らしい。そしてこいつヘイストがあったはずなんで、使えそうか。よし、じゃあ2ターン貯めます。で、次のターンに目覚め使っとけば、まあそこそこ降ってくると思うんで、ここで、でここでちょっと色消して闇を補給。 OKOK。 よし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 。これなんだ、これあれか、ヒドロップを強化してなんとかこうたかみたいな、なんとかこうたかってなんか変だけど、で4343かな、343組みます。あー、水組みたかったね。はい、落ちコンはありません。どうですか、素晴らしい、素晴らしいよ。さあ、やってまいりました。ゼウスさん一旦脇ですね。ちょっとスキル確認しましょう。まずこちら、戦国竜の豪気かな。敵が 15% 減少は強いね。ヒドロップを強化必要か。で、グラビティブレス使えそうなんで、とりあえずライジングダーク、ライジングダーク。ちょっと闇少なくね、今思ったけど。少ないよね。まあ頑張りましょう。グラビティブレスいきます。 35% 減らします。オッケー、さらに 35%。 そして戦国流の豪気、ドロップコンボ組めるだけありません。で、あとは落ちコンがね、闇の1コンボは欲しいってとこですね。さあ、なかなかね、なかなかキマイラさんも空気読んでくれたんで、ここは成功させたいんですけど、ね、どうしようかな。よくわかんない、よくわかんない。なんか回復ドロップ排除的なやつ。やった！だがしかしこれ、ねえ、どうすんの？どうすんの？どうすんの？海賊竜の、海賊竜さんたまんないんだけど。どうしよう、お邪魔消すべきか、たくさん消す、それにつきますよね。おこちん、おこちん、頑張って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 、地味、めっちゃ地味。いや、奇跡は起きまくったけどさ、危ない危ない、便秘の神と便秘の神とつながるとこだった。奇跡は起きまくったけど、めっちゃ地味最後。うん、勝ててよかったんですけどね。はい、ということで、オールゼログパーティー、どうやらゼウス降臨が限界の模様です。やっぱりね、ドロップ生成できないのはきついですね。なので、まあ、目覚めが、そう、うまく降ってきて、さらに消えない。そこで消えちゃったらどうせ意味ないんで。そこで消えちゃったら次のバトル意味ないんでね。そういう運も絡んだ、なかなか楽しい。これリクエストじゃないんですけどね。僕が勝手に思いついたんですけど。まあ、こんな感じで、今後も染めてやっていきたいと思います。以上、オールゼログパーティーで、ゼウス降臨でございました。バイバーイ。